はい。皆様、こんにちは。ヤスピロです。今回は、大正時代2回目、ベルサイユ条約などを学習していきます。前回、1914年に、第一次世界大戦が始まったよということで、世界大戦の話を学習しました。今回は、世界大戦が終わった後、世界がどのような動きをとっていくのかと、 そういう話になります。では、早速行きましょう。ベルサイユ条約ということで、まず、えー、1914年に始まった第一次世界大戦は、えー、最後の方にですね、アメリカが連合国側、イギリスとかね、フランス側に加わったことなどがあって、18年に連合国側の勝利で、 終わります。こんな感じです。ドイツ、オーストリア、バーサツ、アメリカ、フランス、イギリスということで、実は、えー、もともとね、このアメリカの位置には、ロシアがいたんですけど、前回学習したように、ロシアは、ロシア革命により、戦争からは手を引いていますので、まあ、ちょうどね、ロシアと入れ替わるような形で、 アメリカが入ってきて、えー、同盟国側に勝ったということになります。はい。あとね、えー、日本が日英同盟により連合国側として参加していますよってこともちゃんと思い出してください。はい。続きです。戦争が終わった翌年、19年、フランスのパリでベルサイユ条約が結ばれて、えー、負けたね、 ドイツをどうするかみたいのが決められるんですけど、ドイツはとてもとてもとても厳しい処遇を受けることになります。内容がこんな感じで、まず、戦勝国に莫大な賠償金を支払ってくださいねと。さらに、もう戦わないように軍は縮小してくださいねと。最後に、 今までゲットした植民地も全部手放してねということで、もうドイツはね、かなり厳しい状況に置かれることになりました。で、えー、このような厳しいね、立場になったこともあって、後の授業でやるんですけど、ドイツはどんどん独裁国家に向かっていくということになっていきます。 はい。一方ですね。このベルサイユ条約で日本の話も一つ決まったことがあって、覚えてるかな日本は世界大戦中に中国に攻め入って、中国にあるドイツの領地、中国山東省を占拠していました。で、今は勝手にね、えー、中国からドイツの中国山東省を 奪ったような形になってるんだけど、このベルサイユ条約によって、えー、それが正式にね、中国三島省は日本のものでいいですよということが決まったということになります。はい、続いて民族自決と独立運動です。ベルサイユ条約の内容を決める会議があったんですけど、その中で、 アメリカ大統領ウィルソンが民族自決という考え方を提唱しています簡単に言うと外国に支配されず自分たちのことは自分たちで決めようぜこれが民族自決になりますはいで、えー、実はねちょっと裏話をするとこの時代はまだねアジア差別 みたいのが全然残ってますので、このウィルソンは民族自決という考え方を白人にしか適用する気がありませんでした。アジアは関係ないよと思ってたんだけど、ただ、えー、結果としてはこの民族自決という考え方が世界各地に広まっていって、1919年には朝鮮と中国で えー、外国に支配されないんじゃーってことでね、日本の支配に対する抵抗運動が起こることになります。で、えー、朝鮮が3月1日に起こったので、3月、間違った、えー、3-1独立運動。中国が5月4日に起こったので、五四運動となります。ちょっとね、えー、名前が似てて混乱するんだけど、ちゃんと区別して覚えてください。 両方とも1919 19年に起きた日本に対する抵抗運動ということになります。また、えー、日本じゃないや、このね、えー、朝鮮とか中国だけではなくて、インドではガンディというね、えー、有名人だね、ガンディがイギリスの支配に抵抗ということで、えー、ガンディという名前知ってる人は多いと思いますけど、 この文脈の中で登場した人物なんだよってことをね、ちゃんと覚えてみてください。はい、続いて国際連盟の成立です。第一次世界大戦を経験した人類は、もう二度とこんな悲惨な戦争を起こしてはなるものかということで、えー、国際連盟というね、世界的な組織を作ることになります。 はい。で、そのきっかけになったのが、またまたウィルソンです。アメリカ大統領、ウィルソンの提案により、1920年、国際紛争を解決する世界初の組織、国際連盟が成立します。戦後の今は国際連合ですが、えー、この当時は国際連盟です。そして、えー、このね、国際連盟の特徴、 まず、本部はスイスのジュネーブに置かれました。必ず覚えましょう。スイスというのは中立国だったので、えー、中立なね、立場のスイスに置くのがいいのではないかということで、ジュネーブに本部が置かれます。また、常任理事国。国際連盟の中でとっても強い権限を持っていた国は、 イギリス、フランス、イタリア、そしてなんと日本となります。今の国際連合では日本は常任理事国に入っていませんが、国際連盟の時は入っていたんだよとちゃんと覚えましょう。また、えー、次がね、一番勘違いしやすいポイント。なんとアメリカは連盟に参加していません。 アメリカのね、A、大統領のウィルソンの提案によって国際連盟は作られるんだけど、ウィルソン自身は国際連盟入りたいなと思ってたんだけど、実はね、アメリカの国内の議会の方で国際連盟は参加しませんと決まってしまったので、アメリカは参加できずと、そういうことになりました。また、 ソ連、ドイツは、成立当初は国際連盟の加盟を認められずということで、理由わかりますかまずソ連はどういう国かというと、社会主義なんだよね。で、えー、基本的にこの国際連盟というのは、イギリス、フランス、イタリア、日本、このね、常任理事国は全て資本主義の国です。 そしてもっと言うと、えー、提案をしたアメリカも資本主義の国ということで、社会主義のソ連はダメよと、えー、当初はなりました。また、第一次世界大戦で負けたドイツも、えー、加盟を認められずということで、まあ、最終的にはね、入るんだけど、最初は君たちはダメと仲間外れされたということもちゃんと頭に入れてみてください。 はい、えー、本日最後です。ワシントン会議です。えー、世界大戦がね、終わったばかりなので、今後世界をどうするんだいってことで、えー、いっぱい会議が開かれてますね。その最後がワシントン会議になります。この会議は、えー、21年から22年に開催され、またまたアメリカの提案です。で、会議の目的は、二つ。一つ目が、 列強、強い国のね、軍を縮小するということで、戦争がない世界にする、平和な世界にするための、一番手っ取り早い方法は、軍隊をなくすことなんです。ただ、それを一カ国だけでやってしまうと、そのね、軍隊を持たなくなった国が、他の国に狙われちゃうことになるよね。 だから、だったら、みんなで一斉に軍隊を縮小しませんかこれを実行したのがワシントン会議です。ということで、アメリカ、イギリス、そして日本、フランス、イタリアなんかが一斉に足並みを揃えて軍隊を縮小した。これがワシントン会議です。そして、えー、目的の2番目。これは、 思いっきり日本がターゲットにされてる話で、日本の中国の進出を防ぐことです。どういうことかというと、実はね、アメリカって中国に進出できなかった国なんです。今までさ、アメリカが中国のどこどこを支配したとかなかったよね。アメリカってずっと 俺も中国に進出したいなと考えていたんだけど、それに失敗していた国なんです。で、えー、今ですね、日本が、えー、かなり中国に進出を深めているので、アメリカがね、日本に対してうざいなと。俺が進出しやすくなるために、日本はそろそろね、中国からある程度手を引いてくれないかなと考えていました。 そこで、えー、このワシントン会議で日本が標的にされて、えー、もう日本はこれ以上中国に進出してはいけないのですみたいな感じで言われ、えー、日本は三島省の利権を手放すことになりました。覚えてるかな今日の一番初めでやったんだけど、ベルサイユ条約によって日本は三島省の利権を正式にゲットしていたんだけど、 このワシントン会議でアメリカの思惑の中、やっぱりダメよと。日本はもうこれ以上中国進出しないでねということで、えー、ベルサイユ条約でゲットした三島省の利権、ここで手放すということになります。はい、最後復習問題です。第一次世界大戦の講和会議で決定した講和条約ということで、 えー、第一次世界大戦で結ばれた条約は、フランスのね、えー、パリで結ばれたベルサイユ条約となります。これにより、ドイツはね、大変厳しい処遇を受けるということになりました。次、えー、〇2 0三は区別して覚えてください。どっちも1919 19年に起きた日本への反抗運動で、ソウル、 は、えー、朝鮮ね、えー、韓国の話ですので、三一独立運動。北京は中国なので、五四運動となります。丸四番。1920年、国際紛争を解決する世界初の組織、なんちゃらが成立。ここで開けちゃいますね。国際連盟です。今は連合だけど、この時は連盟です。 そして本部は、えー、中立国であるスイスのジュネーブに置かれました。最後です、えー。対戦後、アメリカで開かれた列強の海軍主力艦の制限などが決まった会議ということで、海軍の軍艦を制限する、つまり軍を縮小するという話なので、ワシントン会議になります。 はい、えー、今日はここまでになります。えー、すいません、あのー、1個間違いがありまして、大正時代の1回目の授業で、えー、大正時代は4回授業をやりますって言ったんだけど、間違いでした。3回になるので、えー、次回で最終回になります。はい、ということでね、えー、次回大正時代最後になりますので、頑張っていきましょう。お疲れ様でした。